ですね、フリーターとニートについてこのブログで少し触れたことがありまして、まあ内容的に少し私がですね勘違いしたとか間違ってたとかいろいろあって、それでいろいろまあ私もちょっと思い直したり考え直したりしたんですが、フリーターのことが非常に話題になったのは多分僕の感じだとバブルの後ぐらいなもんでですね、それであの当時は非常に求人も強かったので、職を変えた方が給料が上がるという時代がありましたね。そしてまあ基本的にはあるところに就職してそこで永久的な永年勤続するんじゃなくて、まあ 2,3 年ぐらいの契約でやって次の会社に有利なところに移ると、まあその方が給料も高いし、それから自分の人生の希望も叶えられると。だから生涯勤めるようなところに勤めるんじゃなくて、もっと人間的に豊かな生活を送ろうっていうようなことがフリーターの中にはあったと思うんですね。ところが、その後だんだん求人が少なくなってきたりですね、それから世の中の雇用情勢が変わったり、正規雇用と非正規雇用の問題なんかが生じて、まあ、現在ではまあフリーターという人たちの生涯が必ずしも幸福なもんではないというようなことがあるわけですね。でこれについて私は実はその頃大学におりまして、大学での経験が2つあります。一つはですね、私名古屋大学にいる時に学生1年生の学生によく言ったんですけれども、君たちの将来を考える時に一番もう優秀だ、この中で一番優秀な人は、自分で企業をやったらどうかと。自分で企業をやるためには、まあ、僕の場合は技術者の教育ですから、工学部ですからですね、まず技術者として非常に優れてなければいけないと。それから経営についても知らなければいけない、世の中についても知らなきゃいけないし、お金の借り方も知らなきゃいけないし、協力してくれる人との連携性もあると。だから学力も優れてて、世の中もよく知ってて、まあ、借金したりすることも長けていて、それから信頼性もあって、協力する人もいると、まあ、そういうことが君たちがもし4年とか大学に行って6年経った時にね、一番優秀な人は、自分でやったらどうかと。2番目は中小企業に入ることだと。大企業に入るよりか中小企業に入った方がはるかに自由度も高いし、自分の思ったこともできると。ただ中小企業の場合は、まあ、実力があってその中小企業で大きく儲けるようなことができるかどうかという自分の実力が一つと、それから中小企業ですとやっぱり人間関係がまずくなると、そこの会社から去らなきゃいけないということがあると。大企業の場合は、配置転換してもらうという手があるけども、中小企業の場合はできないと。だからよほど人間関係にうまくなければいけないと。だけども、中小企業で本当に大きな実績を上げれば、まあ、将来の社長もなれるだろうし、まあ、その中小企業とか日本の経済にとっても非常にいいという話をしました。だから自分で仕事もできず、中小企業に入る力もない人は大企業に行けと。そうすれば、まあ、歯車の一つとしてやっていけると。しかしまあ大企業でも、まあ、収益を上げなきゃいけないから、頭をひねっていい技術的作品を作り、それでもって、栄えることができると。だからまあ能力の3番目に能力のない人は大企業に行けと。最も能力のない人は官庁がいいだろうと。官庁に行くと何しろ入る時だけはちょっと試験なんか受かんなきゃいけないけど、受かったらもう収益にも関係ないから、どうせ上から降ってくる税金をどのぐらい使うかとかいうだけで、あとはまあ威張ってる国民をかわして、内部でぬくぬくと生きていくことができると。私の卒業生である時に、私は働くことが嫌だから官庁に行きますって官庁に行った人が卒業生がいるけど、まあ、そういう方法があると。つまり一番成績が良ければ自営だと、次の人は中小企業だと、できなければ大企業だと、でもっとできなければ官庁だと、まあ、こういうふうに言ったわけですね。まあ、実際上は世の中ではそれが逆になってると思います。それからもう一つはですね、別の大学でちょっと学長補佐みたいなやってる時に、私は学生にですねフリーターみたいなものを進めない方がいいと思うと。その理由は、日本は自由な労働市場がないので、学生にそれを下手に進めるとですね、学生が将来まずいことになるんじゃないか。つまりこれ女性の問題と同じなんですが、あるべき姿っていうのと現在の状態っていうのが違うわけですね。
ですから現在の状態は自分の意思では変わらないわけですよ。だから本来はフリーターが良くてもフリーターが受け入れられる土壌になければダメなわけですね。で非常にこう日本の場合なんか、やっぱり、終身雇用が基本ですから。だって大学でですね1年留年した学生とそれから4年で卒業する学生を企業が区別するぐらいですからね。だからそんな時にですね自由契約の人がいい待遇を一生受け続けるっていうことは少ないんじゃないかと。よく学長とも話をして、やはり、自由な雇用環境っていうのが望ましいが、現在の日本がそうでない以上、もしくはあと 2,30 年はそうじゃないということが予想される以上ですね、まあ、大学の指導部としては責任を持って学生にフリーターみたいなものを進めるわけにはいかないという結論に達しまして、まあ、どちらかというと伝統的な、採用の方にまあ傾けたということがあるんですね。まあ、このブログにフリーターの被害者という名前を付けたんですが、実はフリーターの被害者は誰だったかというとですね、フリーターになった人自身、まあ、これは被害を受けましたね。それからまあもちろん景気の山谷があるってこともあるし、やっぱり一番大きいのは日本に自由な雇用関係がないっていうことですよね。それからもう一つは、日本国の企業自体がそうだと思いますね。日本がですね非常に発展したのはなぜかっていうと、一つは非常に道徳観念がはっきりしてて、まあ、会社のために頑張ろうとかいう気持ちがあるとか、日本国を発展させようっつったまあ、自分が儲ければいいんだという考えではなかったということが良かったわけですね。もう一つはやっぱり人間の心理というのは非常に微妙で、例えば2人ずつで綱引きすると100の力が出すにしても8人8人で引っ張ると 50% しか力を出さないということがあるわけですね。人間の集団性に関するいろいろな問題点がありまして、まあ、こういったことを防ぐために集団で、やる会社はですね、やっぱ愛社精神とか終身雇用とか会社の運動会とか飲み方っていうのが必要なんですね。こういった一見矛盾する終身雇用とか、それからその運動会、会社の運動会とか上司に誘われる飲み方というのがなぜ必要だったか、いい悪いじゃないですよ、なぜ必要だったかっていうと、集団で仕事をする人は自分のことだけ考えて集団を形成するってことが人間の性質上無理なんですね。ですからフリーターの人でいつ辞めるかわからないという人を相手にしてると、その集団がもともと乱れるんですよ。この乱れるっていうのはやっぱりアメリカのようになってしまうっていうことですね。アメリカのようになってしまう。だからそのアメリカのようになってしまうのをどうして防ぐかという方法がまあ必要だということですね。でまあ一つの国の文化的システム、そういったその雇用関係がどうだとかいう文化的システムが変わるっていうのは時間がかかりますね。ですからまあ今なんとかアラフォーとかいう未婚の女性の悲劇、まあ悲劇じゃない人もいるんですけどね、多くが悲劇と同じようにやっぱりフリーターの悲劇とかニートになった人の悲劇とかいうのがあるわけですね。これは良い悪いというものを超えて、理想的にはどうあるべきだってことを超えて、まあ、日本という文化をどう考えるか、正式な雇用関係、企業というのはどういうものなのか、それからまあ、収益を上げていくことが必要なのか、資本主義はどうなのか、まあ、そういう深い問題等が未解決のままですね、それを個人の問題になってしまったっていうのが、まあ、簡単にはフリーターの被害者であり、まあ、フリーターで苦しんでる人、低賃金の人、保障が十分でない人、それから社会から見ても、まあ、仕事の効率が上がらなかったり、新しい事業が、例えばまあ私なんか技術系ですけど、まあ、技術系でですね10年以上会社にいなければ成果を上げることってもともとできないんですよ、技術系なんていうのはですね。ですから技術系のフリーターっていうのが存在できるのかどうか、あこれはねアメリカなんか存在できるんですよ。契約がしっかりしてますからね、契約がしっかりしてますから、この技術について、まあ、開発するのに雇用関係はいくらなんて決まるんですけど、日本はそういうのはないんですよね。ですから、まあ、そういう点でもいろんな問題を残した、私たち特に指導層はですね、今後フリーターのような新しい
職業を取り扱うときにはよく若者の将来を考え、社会を考えて発言をしなきゃいけないんじゃないかなと思って深く反省、僕はまあフリーターはダメだっていう方向だったんですけども、いろいろ考える必要があると思います。